インドライオンは、五乳鋼食肉目コ化標族に分類される、ライオンの一つの種で、アフリカに生息するライオンと比較すると小柄であり、体色も薄い。かつてはインドから中東アジアまで分布していたが、イランや中東アジアでは絶滅した。現在では保護されたものが、インド北西部のグジャラート州。 カーティアーワール半島のギル森林国立公園野生生物保護区で523頭が生息しているだけとなっている。インドライオンアフリカライオンギル森林国立公園野生生物保護区インドインドライオンのオスインドライオンは木がまばらに配置された施設で飼われることが多い。横浜動物園ズーラシアアアフリカライオンは草原のような開けた施設で飼われることが多い。 多摩動物公園アフリカに生息するライオンは草原に生息し、主に群れで狩りを行う。一方で、インドライオンは森林、主に林の中に住み、狩りは単独で行う。動物園などの展示飼育においても生息地の状況を考慮している場所が多く、アフリカライオンは草原のような開けた施設で飼われているのに対し、インドライオンは木が まばらに置かれた施設に展示されていることが多い。植生は肉食であり、鹿、水牛、イノシシ等の大型草食獣を主に捕食する。この他に昆虫類から爬虫類、草を食べることもある。アフリカに生息するライオンは20頭近い、メスライオンを従い群れを作り、繁殖力が高いが、インドライオンは最盛期でも5から6頭程度にしかならない。 インドライオンの繁殖力は低く、約500回近い交尾で1回の出産となる。1回につき、平均2から3頭を出産する。また、生息地や個体数が限られているため遺伝的、多様性が低く、生死の70から80%が危険と言われているのも低い繁殖力の要因のようである。イランや中東アジアでの絶滅の原因は不明である。インドでは、 19世紀以前には1000頭以上のインドライオンが生息していたが、狩猟や開発により、頭数が激減し、1913年には20頭までに減少した。その後、森林省当局の効果的な保護や努力の結果、ギル森林国立公園内のライオンの生息数が大幅な増加を記録し、2015年現在では523頭に増加し、保護に成功した。 19世紀後半までインドライオンとベンガルトラはインドの多くの地域で共存していたが現在はインドライオンはギル森林国立公園野生生物保護区のみで生息している他州の森林国立公園野生生物保護区にインドライオンを移す計画もあるがベンガルトラがインドライオンを殺すかもしれない懸念から計画は進んでいない 横浜動物園ズーラシアでは開園当初から飼育3回の繁殖に成功している。木の上に登っているインドライオンのメス体の大きさや毛の長さ、体色などが地域によって異なるのでカキの足があるとされている。アフリカに生息するライオンたちの足とインドライオンの足では大きな違いがあるため、アフリカライオンとインドライオンと分けての比較をした学者、学説によっては、 同一種とする見方もある種も多い。ありがとうございます。